皆さん、こんにちは。衆議院議員の大坂誠二です。コロナウイルス感染に対して、あらゆることに対して全力を尽くしていかなければなりません。まず、現在、学校へ行けないという学生さんが急増しています。家計の状況が苦しくなった、アルバイトができないなどによって、授業料が払えないということです。この学生さんに対して、全力で今、支援をしなければなりません。また、 小学生、中学生、高校生、学校へ行けない状況の中でさまざま不安を抱えております、こうした方々に対しても安心できる方針、これを明確にしなければなりませんさらに、事業が続けられない、こういった声もたくさん寄せられております、昨日からやっと予算の審議が始まりました。そして30日にはこの予算 十分とは言えませんが今、成立する見込みです。そうなりましたら、一日も早く全国民に10万円を給付すること、それから事業で収入が大きく減っている皆さんに対して、個人事業主に対しては100万、中小・中堅事業に対しては200万の事業を持続するための給付金、これが給付されます。この申請と給付を 大支給やらなければなりませんそしてこの事業に対する給付金は一回では私は不十分だと思っております期間を区切って数度にわたって実施する必要があると思いますさらに家賃対策残念ながら与党の皆さんこれに対しては消極的ですしかし我々は今日この法案を国会に提出する予定です家賃対策に対してもしっかりとした 対応をしてまいります